皆さん、こんにちは。今日は2023年9月15日金曜日です。今日のテーマは中国ではですね、大雨が降って75匹のすごい大きなワニですね、ワニが逃げ出して街中大混乱です。そしてテスラ自動車のマスク社長さんですね、また変な発言をしました。 ウクライナのスターリンクの使用を拒否しましたし、台湾は中国のものですよ。そういうふうに発言をしました。これについて話をしたいと思います。情報が多いので少しずつ話をしたいと思います。一つ、中国の関東省ですね、西安もそうですが、ものすごいですね、台風があって大雨が降っていました。9月10日、 と11日ですね、ものすごい被害を受けました。ワニをですね、飼育する工場ですね、飼育場、大雨の影響を受けて水位が上昇して、壁がですね、まあ、堤防というようなものですね、崩壊しました。最初はワニ21匹逃げたんですという報道はあったんですが、その後ですね、75匹ですという報道もありました。そしてうち 69匹は成人のワニです。2匹は子供のワニですね。小さいワニですが、成人のワニはですね、1.7メートルから2メートル以上ですね。もう成人よりも高いんですね。身長。重さは100キロを超えると。現在、8匹だけ見つけました。現地では外出しないように消防隊員ですね、警告しました。このワニはですね、あの、捕まりました。 あの、今ですね、引っ張られてる状態ですが、すごい現地ではむちゃくちゃですね。みんなびっくりしました。街中にあちこちでですね、ワニが普通に泳いでいましたね。でも、これは中古ですね。この飼育場ですが、ワニを飼育して何をするかと言いますと、食べるようなんですね。次です。2 香港の株式市場についてですが、モルガン・スタンレのレポートによりますと、外国の投資家、投資機構は、香港の株式市場への投資をですね、基本はやめました。例年より4分の3ですね、減少しました。2016年ですね、外国の投資機構とか、みんな積極的に投資しました。 2017年から減少しました。原因はですね、台湾海峡のリスクもあるし、中国の外交の状態赤です。不動産市場の危機もありますし、中国の経済の回復ですね、そういう問題もあります。9月7日、香港の株式市場ですね、27%を占めるですが、704社の株ですね、取引は1日でゼロでした。 完全に取引はなかったんです。まだ1万香港ドル以下での取引はですね、1000社以上です。まだ今年前半ですが、香港の株式市場ですね、31社だけ新規上場の会社はありました。融資はわずか178億香港ドルでした。世界で第6位ですね。今まではずっとですね、第3位以内でした。 つまり、香港の株式市場の魅力は完全になくなったんです。そして、香港の株式市場ですね、縮小していきます。そして、香港というのは国際金融センターの崩壊とは言いますが、今はですね、もう跡地となってきましたね。やはり、中国の国家安全法ですね、香港で実行されて、香港はすごい変わりました。 これがですね、香港はもう普通の中国の一つの土地、都市となってきます。次です。三、北朝鮮の話ですが、北朝鮮はですね、今はもう中国よりすごい目立つようになってきました。もうプーチンさんにすればですね、中国より北朝鮮の方が大事ですよね。キム・ジョンさんはもう普通にですね、発表しました。 無条件でロシアのことを支持しますよ。ロシアは何をやっても支持します。ロシア軍と人民ですね。この時代など戦いをして、最後は処理するよね。そういうふうに信じるよ。そういうふうに話をしました。これから北朝鮮の外交ですね。ロシアのことを優先にします。ロシアと北朝鮮の外交が大事ですよ。そういうふうに話をしました。つまりですね。 中国の言うことを聞くではなくて、中国よりロシアの方が大事ですよという意味です。中国はですね、いつも食料品とか物資で牽制するんですよ。北朝鮮のことですね。でもこれからはもう厳しいです。 まだ、金正恩はですね、話をしました。プーチンさんに北朝鮮の訪問をしてくださいというふうに要請しました。現在、訪問の予定はありませんが、多分ですが、10月ですね、北京でシルクロードですね、会議があって、プーチンさんは参加する予定ですが、北朝鮮をですね、訪問するでしょう。その時ですね、中国を訪問する前か、あとですね、北朝鮮のことを訪問するでしょうかと思います。 そして人工衛星発射の技術、あるいはロケット技術をですね、北朝鮮に提供するでしょうかすごいですね、注目されています。もしロシア側が提供しなければですね、発射基地への訪問の意味はなくなりますので、つまり多分ですね、提供すると思います。 ただし、原子力潜水化について、ロシア側の提供はですね、可能性としては少ないでしょうかと思われます。北朝鮮はですね、今までロケットの発射事件をたくさんしてきました。大体ですね、海に落とそうとするんですよ。もしですね、人工衛星でコントロールできればですね、とても危険なんですね。あるいは、核弾頭をですね、搭載すれば、周りの国ですね、みんな影響されます。 中国もなんですよ。これについて中国側はあのノーコメントですね。実はですね、中国も嬉しくはないんですよ。中国の目的とはですね、北朝鮮で韓国と日本のことを牽制してもらうんです。北朝鮮はですね、自分の言うことだけを聞いてほしいんですよ。このことがすごい大事ですね。 もし原子力潜水艦、あるいはロケット技術もそうですし、人工衛星の技術がですね、北朝鮮が持つとですね、中国の言うことを聞かなくなってしまう可能性が十分あるんですよ。ただしですね、一つ言えるのは、ロシアの狙いはですね、とにかく、まあ、アジア地域と言いますが、この東アジア地域のことをですね、無茶苦茶にしたいという狙いでしょうかというふうに思います。 まあ、いずれにしてもですね、クズ同士の付き合いですから、何をやってもおかしくはないですね。大変だと思いますよ。次です。4. テスラ自動車の社長さん、マスコさんですね。まだ変なことを話をしました。中国にすれば台湾っていうのはハワイのようなものですね。アメリカはハワイのことをですね、自分の領土だと思ってるんです。これは中国も同じですよ。本来はですね、台湾は中国の領土です。 アメリカが悪いんですよ。アメリカの第7艦隊ですね、邪魔してるんです。本来ですね、でも、第7艦隊の規模は、これから拡大するのは難しいんです。中国はいつかですね、第7艦隊より強くなるし、規模もですね、増えていくんですよ。その時ですね、台湾のことを統一すると、アメリカは何もできなくなるよ、そういうふうに話をしました。この発言はですね、 どうでしょうか中国のことをですね、すごい中国政府聞けばですね、聞いたら嬉しいんですよ。マツコさんですね、現在すごい警戒していますよ。中国政府はですね、iPhone のことを使用制限とは言いませんが、 一応ですね、政府の機構、公務員ですね、iPhone を持って、会社にそういう機構ですね、出勤はできないんですよ。これはですね、中国政府は否定しました。認めないですね。ただし、これはですね、昔からなんですよ。中国政府同士ですね、の付き合いは、付き合いと言いますが、通信ですね、中国のソフトを使っていますので、あるいはその会社のソフトを使っていますので、アプリですね。そのソフト、アプリですね、iPhone には、 入れることはできないんですよ。Google だけ対応できるんですよ。なので、iPhone そもそもですね、中国の国営企業では、あの、仕事中ではですね、使えないのか業務上ではですね、使えないのか事実ではあります。ただし、使用禁止、あるいは持ち込み禁止というのは、今まではなかったんですね。ただし、これからはですね、持ち込み禁止です、というふうに言われています。 また、ハンスパイ法律があってですね、テスラ自動車は、実はですね、いつ制裁されてもおかしくはないんですね。現在でも、政府の機構、大事な高架橋とか、軍事基地とかですね、大学もそうですが、発電所もそうですし、テスラ自動車のあ基本ですね、足しで禁止なんですよ。これでわかるのはですね、マツコさんは、中国政府のことを支持するではなく、 で、中国政府ですね、それを聞いて嬉しいことをですね、発言しただけでしょうかというふうに思います。松子さんはですね、政治の素人だと言えますので、ただしですね、松子さんは本音で言ったでしょうか私もわかりませんが、結構こういう変な発言をするんですよ。 日本はですね、これから現役の防衛省の職員さんですね、台湾に駐在させるというふうに発表されて、これも昨日の動画で話をしましたが、台湾の方はですね、すごい大関係ですね。アメリカより日本の方が確実です。やはり台湾有事、日本有事というのがですね、日本の発言ですから間違いないですね。アメリカはまだわかりません。 そしてこれからですが、自衛隊さんと台湾の軍ですね、官僚同士の交流を促進できます。そういうふうに期待されています。非常にですね、いいというふうに思います。そして日本の防衛費用ですね、倍増とかなりますので、これからですね、日本は自分のことはやはり自分で守るっていう姿勢ですね、あるというふうに私は感じてあります。なのでこれからですね、新しい就任された 防衛大臣の行動ですね、注目したいというふうに思います。また、アメリカ側の情報ですが、去年ですね、ウクライナ軍はクリミア地域に泊まっているロシア軍の軍艦のことを攻撃しようとしてしました。しかしですね、マスクさんは指示を出して、その地域にあるスターリンクの通信機能を停止にしました。 これで僕らラナ軍ですね、すごい準備してきましたが、攻撃はできませんでした。これについて9月12日、アメリカの会員で討論されました。カロンという議員さんはですね、スペース X 社のことを調査しましょうよと要求しました。調査する理由というのはですね、スターリングサービスはアメリカの公開、あるいはアメリカの国防省の施策に従うでしょうかそれとも億万、 ドルですね。あの、億万ドル長者さんですね。マツコさんのことですが、彼が決めるでしょうか。これをしっかりですね、決めましょう。必要がありますよね。そういうふうに話をしました。また、アメリカの国防省とスペースエクシス社ですね。どんな関係なのか、どちらが上でしょうか。そういう話もあるんですね。 スペース X 社はすごいですね、いいサービスを提供しています。でも、伝統的な衛星とはですね、アメリカが、アメリカの政府がですね、管理することとなってきますので、大統領、国防省、国会で決めるんですよ。ただし、現在ですね、マツコさんが支配しています。これはどうでしょうかやはりこれをについてですね、決めましょう。そういうふうに、ね、話をしました。次ですご。5 中国のですね、厚生省の幼稚園ですね、9月1日に開園しました。しかし、1週間後ですね、廃園です。閉園です。もういいです。潰れます。と発表しました。これで、タコさんのお父さん、お母さんたちをですね、警察に通報してさ、騙されたと主張しました。学生さんはですね、26名入園しました。入園しました。学費を支払いました。1人当たり3000、 980元でした。約8万円ですね。これは一つの楽器でしょうかと思いますが、しかしですね、幼稚園は倒産ですと言って、返金はできませんと説明しました。幼稚園の経営者はですね、おまたより学生さんが少なくて、経営がもできませんと判断しました。そして借金もありますし、返済もできませんとなったんですね。 今年ですね、中国の幼稚園倒産というブームがですね、ものすごい起きています。あちこちで幼稚園がですね、廃園とかですね、倒産ですっていう話はものすごい多いんですよ。やはりですね、子供が急にですね、減少したというのがあるでしょうと思いますが、つまりですね、幼稚園に入るのは大体3歳か4歳ですね。今から入るというのはですね。なので、3年前、4年前ですね、ちょうどコロナ、 この3年間、4年間ですね、コロナの影響で、ロックダウンとか自由の行動はできなかったり、外出制限とかですね、外出禁止とかですね、ありましたし、かなりですね、恋愛とかできなかったんですよね、子供も減少しましたし、ただしですね、中国の人口の減少も原因の一つでしょうかと、いうふうに思います。次です、ロック。 アメリカの会員の議長ですね、ケビン・マッカーシーさんですね、話をしました。バイデン大統領の弾劾調査を開始するよと発表しました。現在調査するというふうな感じですが、内容としてはですね、バイデンさんの家族さんのことですね、ものすごい腐っていますよと、息子さんはですね、外国からお金を受け取ったり、 外国の企業と付き合って、顧問として活動してお金をもらっていたり、そして今日は10日は今まで調査して証拠をですね、持っていますよ。送金の証明書、通信記録もそうですが、バイデンさんの家族さんはですね、外国から2000万アメリカドル以上のお金をですね、受け取っていました。これについてですね、私は去年の動画で結構話をしましたね。 バイデンさんですね。息子さんは結構中国の金業との関係が深いんですよ、実は。ただしですね、まあ、バイデンさんは大統領となって全然違いますね。そしてこれからですね、議員さんたちと会談して弾丸にことについて話し合いをしますと。次です。7。9月13日、アメリカの国会で公聴会がありました。この間、動画で話をしましたが、兵役演習ですね。 アメリカの国防省も参加したし、元アメリカの米軍の関係者ですね、長官たち、そしてウォール街の担当たちも参加しました。ここで国家安全保障問題担当大統領補佐官、サリバンさんが発言しました。中国政府はですね、いつも嘘の情報を作って拡散しています。この間、ハワイの火事あったんですね。それはアメリカの政府が 秘密、秘密兵器の事件が原因ですよという嘘をですね、作って拡散しました。これがですね、中国の中央メディアが嘘を作ったんですよ。アメリカはものすごい批判して、アメリカにある中国の大使館ですね、大使さんが認めて謝罪しました。すみませんと。そして、米中の対抗はですね、ネットの領域においても警戒しなければいけません。アメリカは現在ですね、 守るだけではいけません。対策をですね、考えましょうと。そして、兵器演習の結果ですが、もしですね、中国は台湾を侵攻すると、しましたではなくて、これから侵攻するとなればですね、アメリカの経済、特に銀行のシステムですね、危険です。現在は予測できないレベルです。原因はですね、ウォール街は全然警戒しないからですね、中国に投資すると、 自分の首を締めることと同じですよというふうに指摘ありました。そして投資についてですが、アメリカ政府は施策を決めてみんなで守らないといけませんよという指摘もありました。しかしですね、アメリカの元株式取引委員会の元長官ですね、クライトンさんですね、指摘しました。投資家にしても投資機構にしてもですね、自分で 決めることが大事なんですよ。まあ、人権の問題、国家の安全、情報の安全ですね。そういった話、考える暇がないんですね。これはあくまで政府の責任であって、投資家とは関係ないでしょそういう話もあったんですよね。これがですね、民衆、国家の良さでもあると私は思いますし、一つの欠点ですね、でもあるというふうに思います。これがですね、 討論すればいいと思います。きっと結果は出ると思います。しかしですね、中国政府にすれば、これがチャンスですね。自分が都合いいんですよ。この体制がですね、中国政府にすればいいんですね。中国の場合は、討論ないんです。政府が決めるんですよ。Yes か No ですね。大体ですね、いつも、えー、自分の都合のいいように、えー、やりますけれども。次です。8。 アメリカの司法部ですね、Google の案件を現在審査し始めました。提訴の期間は10週間です。承認さんは1000名以上です。これはですね、独占法律の違反という提訴ではありますが、内容としてはですね、Google 社は毎年数十億アメリカドルを出資して、Apple 社もそうですが、他の会社もですね、そのお金を受け取って、例えば、 あの端末をですね、ホームページのボタンをあれ押します。開くとですね、Google の検索エンジンが自然と出てくるんですよ。これがですね、ずっと昔からやってきています。現在、検索エンジンの領域において、Google はですね、もう断トツイッチですね、無敵です。これは競争相手、ライバルがいないではなくて、ライバルがいてもですね、成長できないからなんですよ。 まだ Google 社はですね、の親会社ですが、アルファベットという会社ですね、世界で最もお金持ちの会社となってきました。これは中小企業にすれば成長のチャンスがないんですよ。これに関して Google 社は簡単に説明しました。我々は良いサービスをですね、提供しているからです。そして無料ですよ。そういう,うに話をしました。中国の IT 企業の話ですが、例えばですね、b イドゥ えー、アリババ、テンセントですね。もう中国の IT の業界ですね。この世界独占できています。中小企業ですね。結構かわいそうですよ、実は。いいアイディアがあってもですね。発展できるでしょうかと思いますが、でもですね、無理やり買収されるし、あるいは吸収されて終わってしまうんですよ。それかですね、大手企業はやはりお金もしですから、 すぐにですね、同じサービスを無料で提供するんですよ。そうするとですね、相手はですね、あの、ライバルは潰されます。競争相手は潰されて有料化となってくるんですよね。これが中国の IT 企業ですね、いつもやっています。アメリカのこの安定についてかなり注目されています。 このような案件はですね、歴史上では2回ありました。一つは1979年 AT&T の案件ですが、 これはですね、もう一つは1998年マイクロソフトの案件ですが、結果ですが AT&T という会社は分解されて業務ですね。まあ、自由の競争ができて、通信技術の促進できたし、そして通信の普及できたし、価格もすごい安くなりました。誰でも使えます。そしてマイクロソフトの案件ですが、 これで Google 社、そして Amazon といった会社ですね、IT 企業が成長できましたし、そういうふうにですね、言われていますが、なので今回ですね、注目したいというふうに思います。自由の競争が大事なんですよね。この市場には自由の競争がなければ、どんどんですね、独占してしまって、 技術の成長もできなくなって、中国の国営企業のような感じとなっていくんですよね。結局は社会は進まない。国民もですね、いい技術、いいものを使うことはできなくなってしまうのが傾向ではあります。これに関してですね、実は結構大事なんですよね。で中国の通信はですね、例えばスマホもそうですが、携帯電話もそうですが、昔からですね、すごい多くの 外国の会社が進出してきて、市場がですね、ものすごい機種が多かったんですね。これで自由な競争があって、中国の通信料ですね、ものすごい安くなったんですよ、実は。そして通信料も安いし、スマホにしても、携帯電話にしてもですね、すごい安いんです。安くなったんです。今は、アップルがですね。 高いんですが、でも他のスマホはですね、実に安いんですよ。なので、中国ではですね、スマホをもし選ばなければ、新機種であってもですね、あの日本円で言えばですね、1万円とか、も内の機種も一応はあるんですよ、実は。なので、いくらでも安いのはあるんですね。選択肢が多いんですよ。あの機種ですね、選ばなければ、えー、の話ですが。次です、9。 フランスの通信社ですね。フランス通信社というメディアですが、ベトナム側ですね。アメリカ寄りとなっていて、まあ、これについて負けた国ですね。負けた人は誰でしょうか。一つは中国のことですね。やはり同じ政治体制。一応ですね、共産党同士ですので、でもベトナム側は完全にですね、違います。そして金の資産も公開しますし、中国とは全然違います。アメリカ寄りとなって、中国は負けます。 そして、ロシアですね。ベトナムとロシアの付き合いは深かったんですよね。武器とか戦闘機、また、科学技術での領域についての付き合いが深かったですし、これからはアメリカが無ンです。そして、エアバス社ですね。ボーイング社は、この間、50機の飛行機、737MAX ですね。受注ありました。そしただしですね、人権について、どうでしょうか。アメリカはあんまり主張しませんでした。 首脳同士の声明は長くて、でもベトナムの人権の問題についてあまり触れませんでした。これはですね、アメリカは中国との対抗をですね、重視して、ベトナムとの関係を重視しているからです。そしてマレーシア、インドも影響を受けます。そしてシーメンスとかですね、これはもうショックですよ。なぜならですね、アメリカの政府は、 アメリカの会社をですね、連れて、ベトナムへ進出すると推進しましたし、シ密メンズ、ヨーロッパ側の会社ですね、どうしても負けますよ、影響を受けますよ、そういうふうな話はありました。しかしですが、これからですね、インドとベトナムの時代となるでしょうか、というふうに思います。この動画はここまでにしております。最後、いいボタンをお願いいたします。ありがとうございました。